はい、どうもこんにちは、鈴木さとしです。今回は意外と知られていないマーシーに影響を受けているアーティストと題して、マーシーに影響を受けている著名なアーティストを紹介していきたいと思います。日本のロック界切手の詩人といえるマーシーでして、その巧みな文学性は日本の並みいる文豪に匹敵するレベルであり、言葉の洪水とでも言えるような重く美しい言葉の数々で、多くの人々を虜にしてきました。当然に多くのフォロワーを生んでるわけなんですけども、すぐに思いつくのは俗に言う青春パンクのバンド群ではないでしょうか。しかしパッと見で影響がわかるバンド以外にもマーシーに影響を受けたアーティストは山ほど存在し、中にはすごく意外な人もいたりしますので、詳しく見ていくとマーシーの影響力の大きさが、より理解できるはず。ということで早速本題に入っていきましょう。最初は言わずと知れた大人気バンド、スピッツのボーカル草野正宗氏。インディーズ時代にブルーハーツを見て音楽をやめそうになったエピソードなど、何かとヒロとマーシー関連で、目にすることが多いです。そんな草野氏ですが、マーシーのファーストソロアルバム夏の抜け殻をこの世で一番好きなアルバムと豪語しているほど大のマーシー好き。同作を大学時代にヘビーローテーションしていたそうで、いかにマーシーソロに取り憑かれていたのかよくわかります。ちなみに逆にサードアルバムローライフ時には言葉が薄くなったという苦言を呈するようなコメントを出していたり、本音で感想を言うところも非常に好感が持てます。スピッツといえば歌詞の面で取り立たされている印象がありますが、草野氏の歌詞の根底にはマーシーの血が確実に通っているのではないでしょうか。次は森山直太朗。ザ・シンガーソングライターという感じで、ジャンル的に影響がないように思うかもしれませんが、森山直太朗も大のマーシー好き。なんなら分かる人が見ればすぐに分かるようなマーシーへのメッセージソング「ねえマーシー」なんて曲も作っているほど。歌詞へのリンクは動画説明欄に貼ってますが、しゃがれた声はそのままマーシーの声のことですし、ジャングルジムはマーシー曲でよく使われる単語ですので意図して使っていることが分かります。他にも多数のインタビューで夏の抜け殻の話をしているなど、多大な影響を受けていることがよくわかります。デートで聴きたいドライブミュージックというお題でルーレットを上げているあたりでも完全に苦労と。次はミスターチルドレンの桜井氏。ポップソングの帝王的なイメージがあり、ジャンル的にファンが相入れない部分がありそうですが、桜井氏も大のマーシー好き。ミスチルとは異なる別バンド、バンクバンドでは空席煙突なる街さよならビリーザキッドをカバーしているという。さっきの2名が夏の抜け殻激推しだったに対し、フォーストアルバム人にはそれぞれ事情がある収録の空席をカバーしているのは非常に嬉しいところ。演奏動画へのリンクは、説明欄の方からどうぞ。次は雨ざらし。もともと青森県のインディーズバンドだったのが、今や飛ぶ鳥を落とす勢いで大人気とかしている雨ざらし。無駄に明るいポップソングが溢れる中で、彼の曲はひたすらに暗く、人間の暗部を掘り下げた深い精神性が見え隠れします。代表曲である僕が死のうと思ったのはは YouTube 上で200万回再生超えで、自分も初めてこの曲を聴いた時にはとてつもない衝撃を受けました。ちなみに動画リンクは説明欄に貼ってます。前置きが長くなりましたが、ボーカルの秋田さんは中学生時代にブルーハーツのコピーバンドを組んでおり、特にマーシーの詩がソロ作品も含めて大好きであると言い切ってるほど。マーシーについて語っているインタビューは動画説明欄に貼ってますが、個人的には好きな曲、アルバムなどもう少し突っ込んで聴いてほしかったなと思うところだったので、少々残念。社会に対する見方、風景の切り取り方やドロドロとした部分などはまさにマーシーに通ずる部分があり、絶大なる影響を受けていることがよくわかります。マーシーソロが好きな方でしたら気に入る可能性が高いので、ぜひぜひ聴いてみてもらえると嬉しいです。次はハイスタンダードの横山氏。時折雑誌での対談もするなど表立ったつながりも見えるハイスタンのギターボーカルです。個人的にはハイローズの頃に2人が初めて対面した際のインタビュー記事が非常に興味深かったです。というのもハイスタといえば AC しか歌わないですが、マーシーに影響されて中原中也、ケラックなど様々な詩人を読み漁っていたという点、インタビュー内で横山氏はしきりにマーシーに分析君と突っ込まれており、本当に好きだからこそ同じレベルで日本語を書けないと感じ、計略的に英語で歌っていたのではと思うところ。スピッツの有名なエピソードとして、ブルーハーツを聴いて同じジャンルじゃ勝てないから方向転換したといった有名なエピソードがありますが、推測の域は出ないものの、おそらくそれと同じような考えだったのでは。最後は今や国民的シンガーソングライターとなった竹原ピストル。インターネットが流星しているこのご時世に、ひたすら土着的なライブハウス周りを全国で続け、30を超えて大衆的な人気を得たサクセスストーリーには胸を打たれるものが。目につくような影響を受けた発言などは見受けられませんが、
Too Much Pain や青空をライブでカバーしてるなど確たる影響が見られるところ、代表曲といえばようそこの若いのですが、 B メロの例えばからの下りが本当に凄まじい。昨今は社畜だの煽る言葉がよく散見されますが、そんな言葉を吹き飛ばすかのような真に迫った心からの言葉が感じられます。どちらかというとマーシーソロというよりかはブルーハーツ的な側面から影響を受けていそうです。ということでザザッとアーティストを紹介してきました。自分自身それぞれのアーティストをヒロとマーシーと同じ事件深さで掘り下げてるわけではなかったので、多少拡大的な解釈もあったかもしれませんが、まあ、その点はあしからず。6名ほど挙げてきましたが、直接間接を問わず広い意味で考えれば大半のアーティストは大なり小なりブルーハーツ元いマーシーの影響は受けているということができます。その範囲もインディーズアーティストまで含めるものならまさに星の数ほど存在するのは明白。とはいえ影響を受けたからといっても誰しも同じ次元で人の心に刺さる言葉をかけるとは限りませんし、そうした意味ではジャンルの違いはあれど今回紹介した方々はきちんとした人気を得ています。アウトプットの形は異なっても大衆性を得ていることは認められている証拠ですし、どんな風に影響を受けたのかなという観点で聞いてみるのも、一つの聞き方として楽しいものです。はい、ということで今回の動画の内容は以上です。今後もこんな感じで音楽の話題を中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと自分自身音楽活動もやってまして、こちらに表示されているオフィシャルミュージックチャンネルの方に楽曲をいろいろとアップしてますので、少しでも興味を持っていただけた方は聴いてみていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。鈴木聡でした。さようなら。